はい、マッチングしました。それではやっていきたいと思います。 UBG モバイルよろしくお願いします。なんかスプラトゥーンみたいな船だねこれ。うん、なかなかおしゃれですね。ブリスビーチっていうのか。はい、ということでね、今回はですねプロも使っている武器構築についてちょっとお話ししながらやっていこうかなと思います。はい、ということでね、今日もよかったら最後まで見ていってください。はい、でね、なんかねコメントもいただけてめちゃくちゃ嬉しいです。コメントいただけるとマジでテンション上がるんで、ぜひねまだコメントいただけると嬉しいです。これは大丈夫かな。一番さんありがとう。だけどこれ間に合わないかもしれない。いる、もういる、もう上にいる、すでに。戦いましょう。はい、ということでよろしくお願いします。まあね、よくねプロの方が使っている武器構築っていうのがありますよね。何かというと416と、UMP ですね。この2つは本当に強いので皆さん使っているんですが、まあ、ちょっと待ってね、その前にちょっとここはしっかりと戦える武器を拾いたい。よし、 OK。 なるほど、そこにいるね。確か上から見た時に上にいらっしゃったよね。あ、突っ込んでる。大丈夫か。おりゃー、おりゃー、どうじゃー今の、どう今の、どうかして今の。少し、はい、行きましょう。ちょっと待って、そこいない。あ、ちょっと聞こえる。あ、ちょっと聞こえる。どこいる。でね、あとね、いろんなちょっとお話をしようと思って今日はいろいろ持ってきましたんで、皆さんねゆっくり見てて。いるな、隣か、隣にいるな。ちょっとイモリ気味に隣にいますね。どこだ、その家だね。いや危ないねそれ。ナイスナイス。ヘルプ、そっちいるのか。待って待って、めっちゃ敵がいるわ。そこもいるのか。オッケー、倒していく。危ない危ない。オッケーオッケー。それ何、何がいるの。オッケー、いるのね、分かった。突っ込みます。あー、もうみんなやられた、みんなやられた。オッケーオッケー、俺は突っ込むぞ。分かった。どこだ、上、あー上まだ生きてんのか。カバーが入ったね。オッケー、任せろ、俺も行くぞ。どこだ、どこに敵は。いいね、起こすよ。やばい、わー、後ろから聞いて、こんにちは。はい、再びマッチング、しましたと思ったらまたスプラトゥーンが来たね。ということで、実はこのスプラトゥーンの飛行機は流行っているのかもしれませんね。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。ちょっとね、今、簡単にやられてしまったんですが、まあその辺は皆さん、記憶の中から消しておいてください。ということでやっていきましょう。ミッドいいねー。ありがとう、3番さん。ということでね、本日はですね、プロの方が使っている武器構築についてね、お話ししていきたいと思いますんでね。ぜひ、今一度、私のことを見ていってください。ちょっとね、やられてしまったのはもう気のせいと思ってください。やられてない、やられてない。よし、頑張りましょう。はい。まあよくね、プロの方が使ってらっしゃる武器といえば、やはり416と UMP。この2つですよね。で、やっぱね、その武器構築ってなんで使われてんのかなっていうふうに僕も思ったんですが、やっぱね、強いです。この2つ。うん。強いし、安定感がめちゃくちゃ高いんですよ。この UMP とかね。うん。UMP も SMG なんですが、なんていうかな、連射速度そんなに速くないので、制御もしやすいし、使い勝手がめちゃめちゃいいんですよね。だからやっぱりよく使われている構築かなっていうふうには思います。うん、もちろんね、DBS とかね、ショットガンも強いので、全然皆さん使ってらっしゃるんですが、まあ基本的によく使われているのはこの416とこの UMP のこの2つのこの組み合わせっていうのが結構使われてますよね。うん、だから、ほんと武器構築悩んだ方は、まず、この二つの武器を、使って試してみると、絶対いいと思うな。まあ、みんな大体分かって使ってるとは思うんですけどね。うん。やっぱり、プロの武器構築って強えなっていうのをちょっと思ったんで、ちょっと改めて動画でお話ししていこうかなと、ね。今回お話しさせていただいております。さあ、なんかいるな。多分、ボットだと思うんすよ。こっちは、ボットだと思う。あっちも安心して攻撃したいと思います。どこだ、もう一
足音鳴らせ。いた。はい、ボット倒していく。はい、ボットキラーのヨッシー、ありがとうございます。いいですね、ボットキラーのヨッシーとしてしっかりとね、皆さんに強いところをお見せしていきたいと思います。はい、でアタッチメントなんですが、 UMP は、レーザーサイトをつけるのをおすすめします。理由は単純に近距離で使うと強いからです。はい、ぜひね、UMP は腰打ちで使ってあげてください。はい、ということでやっていきましょう。なんかね、最近でもさ、よく見るのがさ、 AK 使ってる方多くない？あれはあれなのかな、カスタムして使ってんのかな、 AKM。 結構こうやってほら AKM あるじゃん、でこのアップグレード使ってんのかなって思うけど、結構ね外国の方使ってらっしゃる方多いんですよ。うん、なんか分かる方いらっしゃったらぜひコメントください。はい。コメントされると喜ぶんで、ぜひコメントください。はい。ということで、まあ、しっかりと今回はね、416と UMP っていう風にやっていきたいと思います。で、UMP なんですが、なぜさらに言うとおすすめかというと、やはりね、この、弾が軽いっていうのもあるよね。このサブ武器として持つには、弾が軽いっていうのもあるし、例えばやっぱ 7mm 弾の武器だったら、ちょっと 7mm って重たいじゃないですか。なので、7mm 使うよりも、45ACP 弾の方がさ、少し使いやすいよねっていう風にはなりますよね。はい。なので、この UMP がおすすめっていう風になっております。で、あとね、Twitter で見たんだけど、ここ。なんかいるよ、そこ。まあ、ちょっと気にしないで。河野さん、屋根の登り方、これね、ツイッターで見たの。めちゃくちゃいいなと思って、ちょっと皆さんに広めたいと思います。これですね。このモードになるじゃないですか。このモードになって、ジャンプして、ダッシュ。これね、この屋根登れるんですよ。強くないですか？非常に。うん。なんで、これめちゃくちゃ強いんで、すぐ使えるしね。ぜひ皆さん使ってみてください。めちゃくちゃいいよ。あ、やばい。OK。倒していく。いいね、いいね。いいよ、いいよ。展開しようか、これ。いや、あの位置ちょっと微妙だな。どうやって来るか？あの岩裏にいるのか？ OK、OK。岩裏にいるんだな。やりたいな。あ、回ってきてくれてる？ OK、OK。来てくれてるぞ。来い来い来い。スマホ来い、スマホ来い。いいよ。なるほど。こっちとこっちで今分かれてるな。SR か。なるほど。ナイスです。ナイス。詰めるよ、じゃあ。そのまま詰めるよ。イカさん強っ。オッケー、倒していく。悪い。いやー、もう一枚いた。来たよ。3人置きました。ありがとうございます。2番さんめっちゃいいねー。さすがだわ。ということで、あのパーティーともう一回戦わないといけないね、頑張って。うん。ということで、頑張っていきましょう。感謝します。感謝します。あ、物資も落ちてるじゃん。ナイス。物資もちょうど落ちてるじゃん。しかもちゃんと UMP 持ってるし。ナイスナイス。で、敵がどう来てるかだよね。OK、OK。いいね、いいね。ここに来て、いい武器をゲットしたぜ。さて、MK を使いながら、UMP も使っていきましょう。いや、ナイスタイミングだった。ありがとう、2番さん。あ、オッケーオッケー。あそこだね。復讐者にならなければいけない、我々は。ということで、回りながら、あいつを横から詰めていこうぜ。多分、上にいると思うんで、そのまんま。いたいたいた。オッケー、倒していく。やらせるかい。これどうなってんだろうな、ミッドの中いるのかな、まだ。わからんけど、まあ、とりあえずここにいたやつの物資を取りに行こう。具合出たんで、しっかりと今のやつの物資を取りに行く。多分あれだな、ここにいないな、線路のとこやな。多分線路のとこにいると思うんですよね、向こうのとこ呼び出してたところ。あ、ここどこ行った、 Sボックス。線路が去りました。いや、物資が強いな、あそこ。物資が強いので、ちょっと頑張ろう。お前、俺の武器を、俺の武器を。よし、40くれ。オッケーオッケー。まだあったね。よし、あそこだね。オッケー。やりに行こうぜ、みんなで。
どうせ遅かれ早かれあいつらと戦わなくちゃいけないからしっかり戦おう。で、皆さん見てください。プロの構築をしっかりと今装備していますんで、まあまず負けることはないでしょう。はい、と言いながら今さっき負けましたけど、諦めずに戦いましょう。いるのかそこに。いやでもそこよりも多分こっちの、あの中国パーティーがマジで気をつけた方がいいと思う。うん、そこよりもここいるの。いやそいつはね多分大丈夫そんなに。あーやられちゃったか、やられてしまったか。ミッドナイどうかな。いやミッドナイ、いやいるじゃんいるじゃん。オッケー、お前は復讐だよ。お前よくもやってくれたな。倒してやるぜ、倒していく。アクセス入れます、やろうぜ。あっちにいたギリースーツもろともやってやるぜ。さあ多分こっちにいるでしょ。今さっきの私たちがやられたパーティーだよね。入ったらやられるぜ。オッケー入ったね、やっていく。つうことはよ、これは回った方がいい。こっち回ろう。走れ、アンチ内に入ろうとりあえず。であいつはミッドの中にいるんで、ミッドの中から撃たれないように走り回ろう。おい、ちょっとどうした？4番さんどうしたの？ちょっと待てよ。OKOK、任せろ。まだ起こせる、そこなら。やべ、飛んできた。いるな、待ち構えてるな。なるほど。来いよ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 。2枚やられた。来いよ。挟んで来いよ。大丈夫だよ。来いよ。上乗ったな。OK。危なかったー。回復がない。うわー、バレてたー。最悪だー。こんなことある？はい。ということで、本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね！バイバーイ！